ステアリングも塗装されましたヒーターとデフロスター用のファンになりますセンターコンソールにスイッチが取り付けられましたダッシュパネル裏側の配線がきれいにまとめられていますデフロスター用のファンも取り付けられました 室内の作業も進んでいますアクセルペダルは EV 専用のバイワイヤータイプになりますセンタートンネルのカバーにキータイプのメインスイッチが取り付けられていますホイールとタイヤも新品に交換されましたキャンバストップが取り付けられました インテリアの作業に入りましたリアシートとフロアカーペットが取り付けられました